一面が蛍光色の緑色となった川。昨日、奈良県生駒市内を流れる用川から下流の竜田川まで広い範囲が緑に変色しました。さらに用川の手すり柵や水路の壁には赤い粉末が付着していて、水をかけると緑色に変色したということです。奈良県が川の水質検査をしたところ、フルオレセインナトリウムという化学物質を検出。聞きなじみのない名前ですが、入浴剤の発色などにも使われている物質で、人体などへの有害性はないということです。さらにこの物質、こんなものにも使用されているといいます。水の流れを、ね、可視化する、見えるようにするということで、ね、よく使われる。海上保安庁なんかでも離岸流の調査の時使いますし、調査で使った後はもうそのまま置いといておいても大丈夫というものなのか。回収しないで自然に任せてもう分解させます。そういう意味ではね、毒性は非常に低い。そして今日、川は元通りの色に戻っていました。どうですか、実際今見られてる状況は。若干まだ残ってるんですけども、これで大丈夫なのかなと。成分も分かりましたんで、はい、奈良県や生駒市などが目視で点検したところ、異常はなかったということです。しかし一体なぜフルオレセインナトリウムが川に流入したのか、警察は何者かが川に物質を投げ入れた可能性もあるとみて調べています。